りあえず骨組みができました。できました。ちょうどこいつが切ってもいいんだけどな。これが来てコンセントが。ちょっとやってみますか。なんかさっぱりしましたね。あ、髪切りましたよ。髪切りました。えらいさっぱりして。進捗状況はどうですか？順調に進んでおります。で、多分今日が大工事は最終日になるんじゃないかなと。うん、今日はですね、はい、どこの作業をするかというと、はい、床下収納ですね。なんか刺さってますけど、はい。床下収納の作り込みを今日はしていきます。はい、で、まずですね、うん、ここに引き出しを作るんですよ、うん、この引き出しがテーブルになるように作ります。伸ばしたらテーブル、そう、伸ばしたらテーブルになるようにで、足が格納されとって、うん、こう足がこう、うん、立てれるように、はいはい、作り込みをしていきます。で、中には物がしまえると引き出しなんでね、うん、早速作っていきますか。やっていこう。ウェイ、はい、おじさんです。ここまでできました。なんか可愛らしい感じになりましたね。大統容量はそうですねなくなっちゃったけど、はい、そうですね、まあ、なんでここが一段上がってるかっていうとですね、中を見てもらったら分かるんですけど、ちょっと盛り上がってるんですよね。そうそこがね、うん、盛り上がってるんで、ちょっとこういう形にしないと入らないんですよ。まっすぐ行けばよかったけど、はい、あとはここの蓋を作って、うん、ここから足がミョーンって出てくるようになって、うん、テーブルが完成します。かなりね、作りが荒いですけどね、どうせ見えなくなるところなんで。そうですね、はい、ここにね、キャスターがついてます。え、何、え、乳首みたい、肩パッといいさ、顔パッといいさ、はい、これでね、出し入れがしやすいんですよ、キャスターのおかげで。
を解除すると足が出てきます。で、ここに今度はパッチンがついてるんで、ここねパッチンがついてるんで、これで足が固定されます。よいしょ。はい、これしたらなんとテーブルになるんですね。テーブルこのね、中にはもちろん物がしまいますね、うん、マジで痛いわ。刺さって縛り、はい、そばりこれは検疫がないと抜けません、ね、はい、ということで完成でございます、うん、これしまうときはパッチンをこれを解除します、うん、解除しますね。で、よいしょ、ここ持ってね、こう畳んで、ここに次こっち、はい、ロックがついてるんで、これでロックして、これは改善策が必要です。ついに明日の夜こいつでキャンプをすることになりました。おさらい、うん、何をしたのか、うん、今こういう状態です。こういう状態です、うん、ここが調理台ね、うん、このクッションかかここに引っ掛けるようになってコールマンが引っ掛け込んだですね。今度は収納されてます、はい、今収納されてます。室内で調理することも可能です。はい、格納されていた調理台がこんにちはします。こんにちはします。これね、外で調理できるようになります、うん、夜でも調理ができるようにここのスイッチと連動してこれね、ライトが、うんうん、ライトがつくようになってます。ここに調理器具はいろいろ食器とかフライパンとか入っております。まあ、ここにもね入ってますけどね、便利でしょ。助手席側のここにね水が入ってるんで、で、ここにもテーブルが格納されております。ワンタッチ、ツータッチですね。ツータッチ、ツータッチ、うん、全体で見るとまあこんな感じ、全然いいんじゃない、ここにね、コンセントが入ってましたね、はい、さあ、できたご飯食べようじゃないですか。食べましょう。できたご飯を食べようじゃないですか。なんと、ね、てテーブルに早変わりするんですね。ね、いい感じに、ね、ここにガスが入ってます。うん、あ、もうおじさん眠くなってきた。満腹で、おじさん満腹で眠くなってきました。引き出ししまいました。しまって、ここに引っ掛けながらこのパッチンロックを2箇所で、またここのロックをこいつが開いてこないようにね、うん、寝るときはあそこに水のタンクをやると寝れないんで、そうですね、はい、蓋をします。フラットになるという、はい、倒します、うん、タンクとか、まあ、不要なものです、ね、不要なものも思い出して、うん、一番最初に作った
ルーフインナーラック、ここにマットレスがあるんで、どうですか、普通に寝れるじゃないですか、うん、こんなに多機能なのに、うん、こんなに広々ちゃんと寝れるって、はい、これでね、明日は大勢の FBI に行ってきます。178センチあるんですよ、身長が。足伸ばせますね。伸ばせますよ。普通に寝れます。大事なこと忘れてましたよ。このね、蚊にめっちゃ刺されるじゃないですか。うん、刺されてます。サンシェード、リアガラス用らしいです。あ、サンシェード、はい、これを使ってね、うん、ちょっとバグネットっていうのを作ってみようかと思います。こうやって作ろうかな、挟むだけで。うん、なかなかねうまくいかない。怖っ。やっぱりね、角ができたんでね、うん、操作が難しいです。ございます。植栽デザインリメイク制作、独創的なアイデアひねり出す、あなたのための特別なオーダー、何にでもウェルケンしてくれよ相談。詳しくは米子米原ボタデザインで検索、チェックイン。